アクアクありき、アクアク。この回アクアクさんいないと本当に話にならないやつだ。やばい。これダメージ受けちゃダメってことですね。ダメージ受けたらアクアクさんいなくなって、もう積みです。はい。積むんですね。積むね。クラッシュ積む。いいぞ。そうだぞ。着実に。よし。待って。お。え？ドン。真横。ああ、今横ならいけるんですね。さすがっす。さすがっすね。ん？今度は？全然。え？なんで？暗くなる必要あった？はい。うわ。そう。短期決戦で行きたい。よいしょ。ここは余裕があるから。よし。明かりは保たれたり。はい、いいぞ。よっしゃ、アクアクさん。止まりたくないね。どうなってんの？着実に。よし、いいぞ。よっしゃ、クリアだ。危なかった。大丈夫だよ。うん。危ねえ。神殿の奥深く。え、あと何歩あるのこれ。ここで最後らしいですね。おう。いやー、結構あるね。バイダーマン、バイバーイ。あぶね。おお、ちょうど消えてんじゃん。奇跡。あれれ。うん。いいぞ。よいしょ。あ、よいしょ。よし。残機まずゲットで、ジャンプするとコウモリに当たっちゃうって。危ない。危ない。ふわび、ふわ、怖え。危ねえ。よし、どんどん行きましょう。はい。はい。危ない。よいしょ。はい。
ここでやっとボーナスか。よいしょ。危ねえ。よし。ほい、なんで？はい。おーい。はい。とん。信じて飛べ。よし。危ない。あ。それはやるでしょ。もうその手には食わねえぜ。あん、ピラン。うん、戦略的撤退だな。さてさて、ゼロになっちゃいましたからね。うい、この辺か。いいね。ちょっと待って。この辺こうすぐ。いい。はい。戻ってきました。神殿のなんちゃらかんちゃらっていうステージね。ちょっと期間空いてるんだと思うんだよ。でね、ゼロ人になって戦略的撤退をしてから早数日か年か月、はい、99になりました。おめでとうございます。これでいくら死のうがへでもないね。はい。その手は食わねえぜ、コウモリちゃんよ。危なかった。おっ、ちゅう、危ない。どうするの。ほう、よかった。不死鳥の子、不死鳥助けて。まあ98人になったくらいですから。ふっふっふっ、足場。まあ97人ですからね。はあ、人材はたくさんありますよ。ちょっとやすっとじゃ、屁でもありません。なんでそんなに同じ場所で死ぬの。呪われてんのか。さすがにピラミッドですね。イエーイ、ほえ、あぶねえ、ウィー、レッツラゴン。でね、来ましたよ。喉いてよ、ったく。ふい、ふいに、バイ。ん？今なんか、吹っ飛んだけど大丈夫？大事なやつ。あ、これ落ちるやつね。ん？おお、アブ！ふい、ふい、アブ、ふい、ふい、ふい。やっぱり何かがあったな。ん？なんかおっさんがいないよ。落ちた。バイバーイよ。またここ、まさかと思うが、あそこにいたのか。おい、やっぱりそこか。よっしゃ、ボーナスですよ。これであの頭が絶対ね、頭部から着地したと思うんだよね。どうしろって？あ、分かっちゃった。これ俺の天下ですね。来たでしょ。これ来たはずだよ。これ今からやるから、絶対これうまくいくから。あちょ。こうだろう。ジジイ。ちょっと爪が甘いんじゃないか？あれ？ごめんなさい、調子乗りました。まあ落ち着いていこう。2、3ので爆弾でしょ。これはね、超冴えてるんだよ。
霧隠れ才蔵だったんだよ。でまず考えるな。そう、なんで剣弁そういう問題じゃない。こうですね、こうですね、こうですね、はい、いいですよ。ワンオペーションアップアップ。あー、なんでなんでだ、なんで今行けたの、行けたよ、行けたん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 めん。よし、はいはい、時々冷静になる私がいる。だがしゃー、残機が消滅した。はい、この野郎、ありがとうよ、鍵くれて。怖いよ。イエイ。お、やばい、戻ってきたぜ。あっ、これは戻れなくなってたよ。あれ、これ何人、タウナちゃん。いや、タウナちゃんこそ私の癒しですね。よしね、調子乗りました。ちゃんと待ちましょう。はい、ボイル、ボイルされちゃう。はい、イエー、よっと、ほいほい、ボーナス。さあ、期待してますよ。ここで失った分、ぜひともここで取り戻したいと。うん、え、え、え、なんかあった、え、ええ、ちょちょ、戻れ、戦略的撤退。オープン、戻った。危なかった。待て待て待て、ま、待て待て、はい、しゃ、待て待て待て、あっあっあっ、パラパラン。なんか眉毛だけ残った今。はい、君はもう戻るよ、諦めた、君との対話もう諦めて。君との対話は成立する。成立しなかった。まあね、こういう救済処置。タウナちゃん、君今この島にいるんだよね。よくもまあ何度も逃げ出してるもんだよ。っていうか、こんだけの数逃げ出せるってことは、もう自分で脱出して、もうクラッシュの手を味わわせる必要ない、ないんじゃない、ないんじゃない、ないんじゃない。うわ、疲れた。でも痛いね。もういいんじゃない？もういいんじゃない？箱の逆襲。死んじゃうよ。数日前の俺みたいな顔してや。風でぶっ倒れてた時の俺みたいな。お大事に。